お疲れ様です今日の愛車紹介なんですけどもフェラーリですねフェラーリのカリフォルニアってやつなんですよちょっと型が古いんですけどもこの写真自体がちょっと古いんですよね東京に招かれてお邪魔した時でまあコンサルティング契約をね結んでいた会社とのやり取りの中でこの飲み会の最後のねプレゼントとしてこのカリフォルニアに試乗させてもらったんですね えで、白いボディに内装が赤ということでとってもかっこいいなと思ったんですけどもまあ広島みたいな地方都市で私が乗っても似合わないかなって言ったところとそこまで欲しいなっていう印象がなかったんですよ強がりじゃなくってねやっぱりこの時もそうなんですけどもあのナイト2000が欲しくってねそれ以上にどうしても手に入れたいって車はさすがフェラーリでもかなわなかったかなってところです やっぱ車って、その、最新型だからとかね、人気車種だからって言って欲しがる気持ちもあると思いますけども、なんかその、幼い頃の憧れで欲しいっていうものもあると思うんですよ。で、私の場合は、ナイト2000がそれに当たるかなっていうところだったんで、今となってはね、車が喋るなんて当たり前でしょでも、当時のあの、キットとの、 マイケル・ナイトとのやりとりと、あとは次々と事件を解決していく、そのヒーローっぽさとね、あとはちょっと女の子にだらしない三、えー、枚目みたいなところもね、えー、相まって、えー、なんかね、その憧れの大人像っていうのをね、見せてくれたのかなと思います。まあ今ね、自分自身がそうなってるかって言ったら非常に怪しいんですけども、まあけどね、 憧れの車に乗ることによってなんとなくこうコスプレなんでしょうね、えー、今私もナイト2000いつでも乗れる状態になってますけどもまあだからといってね戦車以外でほとんど使うことはないんですよねまあふはその <laughs> 古い方のセルシオに乗っているわけなんですけどもやっぱり白いボディが好きですねセルシオも白いボディにしたんですけどもなんかちょっとこう大きく見えるっていうかね車が うん、で、洗車の死骸があるんですよ。綺麗に見えて。まあ、ですんでね、洗車ばっかりしてます。まあ、ナイト2000もちょっとね、磨いてやらないといけないんですけども、はい。ということで、今回のフェラーリなんですけども、たまたま1枚写真が残っていたんで、今回取り上げましたけども、まあ、なんかね、ほんと、余興で乗るぐらいがちょうどいい車かなと思いました。あとは、やっぱりフェラーリって、自分のものにするよりも、遠くから眺めていた方が、私はなんかね、 憧れが消えずに済むかなっていうところですね。はい。まあ、あの、たまに高級車のレンタカーでフェラーリね、乗ってみるぐらいがちょうどいいかなっていうところで、エピソードとしては以上になります。皆さんもね、素敵なカーライフを。